いやー、寒なったな。そいつも寒なったわ。日に日に寒なった。あんなキャッツァッツ言うとったのにな。ほんと寒いって言わなあかん時期になってもだな。パッ。はい、どうも、パテマス協会でございます。本日は、シリコンスチーマーで、シリコンスチーマーで作った、まあ、うどん好きじゃないけどね、もやしと、豚肉と、何言えたっけ。あ、えのき。とネギのなんかそんなやつです。うどん好きみたいなやつです。ボケてる、ピンボケしてる。帰ってきて、俺んとこにピンよ。戻ってきてピン。ダメかな。戻りました。さあポン酢で食べましょう。あ、お腹減ったな。うどんは二玉、うん、ただいまね1時、2時から一生懸命働きます。忙しい、忙しいって、あまり言わない方がいいそうですけど、なんで言わない方がいいか意味がわからないので、これからも言っていきます。それからね、いただきます、うん、ちょっとこれ、出し入れよ。味付けはね、白だし、麺つゆちょっとだけ、酒、いりこだし。うん。それぐらいですね。うん。まあ、このまま食ってもよかったけど、ポン酢ぶっかけてもね。だから鍋っぽさを醸したかったからね。まあ、もやしから食べますか。いただきます。うん。うん。うまっ。ちなみに500ワットのレンジで、もやしを引いたお湯にえのき乗っけて、豚肉で上蓋をして、5分。うん。さっき言ったね、酒とかも入れてね、5分。で、ファーっとほぐして、3分。で、完成です。うどんは後から足しました。いやー、これは美味しいし、温まるね。なんか、タジン鍋みたいな感じかな。うん。うん。うまっ。豚肉。うまいっす。いやー、昨日の夜ね、鍋。うん、この冬初鍋しました。うん。うどんいただくかな。そろそろな。まあ、豆腐と、白菜クソ高かってさ、クソ高かった。白菜8分の1玉100円だで、8分の1やで。びっくりした。うん。うまい。8分の1 100円ってさ、一玉さ、800円だで。一玉800円ですよ。白菜。そうするとね。8分の1玉100円っていうことは。うん。野菜高いもんね、とか言ったらさ、8分の1で100円か、もうしゃあないなって言って買うけどさ、それ一玉だったら800円やもんね。暴力的やで。だからやめました。うん。もう言ってる前まだ休んだらしい、白菜なんて。冬になればね。もう白菜ばっかり食わなあかんのってくるよ。で、野菜は水菜ともやしと、しか買ってないかな、うん、昨日は。うん、うまっ。こういう飯いいよね。ヘルシー。うん。あ、チョコレートご飯にしようかなと思ったんやけど、いや、うどんにしといてよかったわ。
確かにこれでご飯食えるけど、うどん抜きでね。いや、うどんでよかった。うん。うどんでよかったわ。うん。うどんでよかった。うん。よかった。肉4切れしか入れてへんけど、うん、うまいな、ポン酢がない、いいね、普通の味ポンですけどね。うん。ポン酢、またポン酢の季節になって、夏やな。夏や、冬やな、ポン酢はやっぱり。一番本領発揮するのは冬やわ。ポン酢の季節が来たわ。うん。シリコンスチームはほんとね、重宝する。蒸した感じのね、食べっとき。うん。あの、白菜ミルフィーユ鍋とかさ、でもできるよ、これパッと。パッとできちゃう。材料さえもね、入れればね、10分ぐらいもんじゃない？うん。レンチン10分もしかしたらかかんないかもしれないね。うん。えのきが挟まってくるわ。えのきが俺の歯の隙間を埋めてくる。暑いもんだって、ちょっと。ちょっと暑いもん。もうなんか暑い。暑。うん。暑くなる。単純やな、人間の体。あったかいの食って暑なるわ。寒さ忘れるもんな。うん。美味しかった。うどんにしててよかったな。というわけで。なんやろこれ。蒸し野菜うどんでした。ごちそうさまでした。Oh my god!外人が言うてるわ、ピコ太郎とか。